ます。じゃあベーシックから1,2,3,5,6,7 まず、これ最初にバイト感バイト感は目の方に持ってくる目に持ってくるクロスボディと女性男性3で道を上げて女性は5,3,5そして重要なウィズダム1,2,3,5,6 で最後今日はやっぱ難しいんですがフリーズターンするときに右手は離さないでそして女性の前に1,2,3,5,6ステップは小さめの方がいいですね1,2,3,5,6で最後左手を上げて1,2,3,5,6,7 ベーシックを踏みながら左手を離して女性のそして難しいっていうか難しいのと難しいのを組み合わせてるのでかなり難しいんですけど最初のやつがこのねこれができ1個できるとはい嬉しいですこれがなんとなくねできるようになったら今組み合わせましたけどクロスボディリードからこれ、ね、サブロックターンこういう技があるんですけどこれを一緒にやっちゃう一緒にやっちゃうと今みたいな感じでねこの形からこれクロスボディー向けの技なんで、ここからサブロックとかなり、難易度の高いものと難易度の高いものを合わせて超難易度の変化を感じみたいに組み合わせていくっていう形がサルさんの面白いところなんで、これは自分でアレンジしてる自分で、あ、この技とこの技を組み合わせたパターン好きだなっていうのを自分で考え出して自分で技作っちゃうこれはサルさんすごい楽しいところなんで、まずはできるようになったんです女性は技を覚える必要ないですからさっきの5,6,7にあんまり足を落とされたのに女性が覚えるとか姿勢を良くする目線を下げたりとか気持ちを透かしたりとか一緒の力をいっぱいやることあるねでもねいっぱいやることあるんだけどなんだろう一個一個全部違く覚えていくわけじゃなくて一つをそれをさえ覚えれば全てに共通してできることだから女性は意外と練習しやすいです男性は一個一個の技を一つ一つコツがあったりとか、さっきの5,12,6回とかあるけれども、でも返し方とかね、こっちに返すのか、こっちに返すのか、技によって違うから、それ一つずつ覚えていくので、女性はそれもしなくていいのに、とにかく練習し合いを。まずいて、まで頑張って練習してください。ありがとうございました。